ったんで、とりあえずなんか肌が結構呼びやすいらしくて、僕はそんな向いてないんですけど、今は割り苦情に集中してるんで。日本選手権で2位に入って、で今回世界選手権に出場させていただくことになりました。まあ、プレッシャーもあるんですが、チャレンジャーとして、まあ、挑みたいなと思っています。 100m と 4K の具体的な目標としては、 100m は個人で準決勝進出 で 4K は、まあ、リオ五輪以上の走りをして、まあ、金メダルを目指して頑張っていきたいなと思っています。まあ、9秒台を出したときは本当にもう風のおかげというか、本当に後半もすごく風に押された感じがあって、走りもやっぱり自分の走りができなくて、まあ、後半は本当にバラバラっていう感じだったんで、その世界選手権までは筋力とか体幹を、まあ、後半になっちゃうとやっぱり体が反っちゃったりとか、あとは本当にもう走りがバラバラになっちゃうんで、筋力トレーニングをしてとりあえずも体幹とかを鍛えて、後半もバラつきのない走りができたらいいなと思ってます。9秒台という数字に対しては改めてどれぐらいの意識を今のところは持たれてるんでしょうか。はい、僕はそんなに一番に出したいという気持ちはなくて、もう本当に自然とレースの中で鍛えていって、でも自然という形でも出したらいいなと思ってます。これから 2,3 週間あるんですけど、練習に励んで頑張っていきたいなと思っています。応援よろしくお願いします。